これより討論に入ります。ご意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。山下芳樹君。私は日本共産党を代表して一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。反対理由の第一は、本法案は50歳代後半層の昇給をさらに抑制するものであるからです。総人件費削減政策の下で、この間50歳代後半層の給与削減が繰り返されてきました。昨年4月から実施された平均 7.8% の給与削減は50歳代後半の職員にも大きな影響を与えています。度重なる人件費削減は55歳を超える職員の生計や生活設計の破壊にとどまらず、若手職員にも大きな不安、中堅層の生活意欲にも影響を与えていることは質問の中で示した通りです。55歳を超える職員に対するさらなる昇給停止抑制は行うべきではありません。反対理由の第二は、本法案は政府が公務員の士気を高め行政運営の効率化を図ると言って導入してきた人事評価制度にも矛盾するからです。55歳を超える職員の場合、昇給区分が標準括弧良好でも、昇給区分のやや良好でない、良好でないと同様に扱われ、昇給がなくなってしまいます。さらに、独立行政法人等の役職員給与や、地方公務員の高齢層職員の昇給制度に関する見直しを要請したことは、政府が率先して公務労働者の給与抑制、引き下げを呼びかけるものであり、大問題です。デフレ不況からの脱却に、雇用の確保安定と、労働者の給与の引き上げが不可欠であることが明らかになっているにもかかわらず、公務員の給与抑制引き下げで結局国民全体に我慢を強いるようなやり方は、広く労働者全体の生活水準、地域経済に影響を及ぼし、デフレ不況からの脱却にも逆行するものであります。以上述べて反対討論とします。又市誠二君。